連続ラジオドラマ足軽信蔵物語第30話たった一つの冴えたやり方。戦に負けることを僕だけが知っている。でも足軽一人の力じゃ何もできない。こんなことなら未来なんか見たくなかったよ。そうだ、逃げてしまえばいい。確実に生き延びるには逃げるしかない。足軽が一人いなくてもバレやしないよ。でも将軍様や仲間を裏切ることになる。ああ、どうすればいいんだ。結局僕は夜が明けるまで悩んだ。そして答えを出した。次回足軽信蔵物語、さよなら信蔵、目指せ信蔵立身出世。